みんな、あの悪魔を狙って。弱点を突くため新月の晩に襲撃をかける。そのアイディアは悪くなかった。どういう意味？その弱点をゾーマ・ゼノンは克服している。そんな、ショックかい？そもそもゾーマが新月を苦手とするのはなぜだと思う？理由があるの？悪魔を根源としているからだ。コベナントを根源としているから月の満ち欠けには影響されないわけか。ご明察。アッシュは十分に時間を稼いでくれた。おかげで君たちを捕らえられた。私たちが今日ここに来るって分かってたような口ぶりだね。そのためにヤタガラスの犬を泳がせておいたのだよ。コベラントを渡せ。お断り。少し黙っていてくれないか。コベラントを持っていない君に用はない。なあ、聞いているのだろう。そう、コベラントを持っている君に言っているのだ。ダメ、フィグ、こんな奴の言うことを聞かないで。話を聞かせる方法などいくらでもある。例えば、今のは声を出して欲しかったのだが、噛み合わないものだな。さて、ドローン君、見えているだろう。普通の人間なら失血死する傷だ。フィグ、聞く必要ない。いい目だ。恐怖に折れない意志の強さだが、残念だな。その体は君の意志ほど強くない。通覚も完全再現ってわけ。気が利いてるよ、まったく。これは知的好奇心ゆえの質問なのだが、果たして君はどれくらい耐えられる？わかりました。コベナントを渡す気になったかな？わかりましたと言ったはずです。ただし、覚えておきなさい。私が到着するまでに誰かを傷つけたなら、私はあなたを殺します。フィグ。アローは動けそう？さっきから何とかしようとしてるが難しいな。そっか、動けたらこっそり手当てしてほしかったけど難しそうだね。きついか？なんで、きつくないと思うかな。こっちは足に3つも穴開いてるんだけど。すまない。いいよ、でも努力は続けて。
ヒグが来る前にどうにかしたい。わかった。約束通り来ましたよ、鉄仮面。私も約束通り、彼女たちには指一本触れていないよ。治療をしても構わない。大丈夫ですか、リンゴ。ごめん、フィク。いえ、謝るべきはきっと私です。やるべきことをしてくださいね、リンゴ。痛いよ、フィグ。すぐ良くなりますから我慢してください。違う、違うよ、そうじゃない。はい、これで終わりです、フィグ。それでは本題に入りましょう。リンゴたちを解放してください。順番を間違えないでほしいな。コベナントが先だ。分かっています。これはコベナントを渡した後の交渉です。大した覚悟だ。コベナントを差し出せば君は死ぬ。何か言い残すことは？ありません。いえ、あなたはなぜそうまでして大いなる存在を、世界の終わりを望むのですか？それは私がファントムソサエティの鉄仮面だからだ。それではわかりません、鉄仮面。わからなかったら手を差し伸べることができません。うん、聞かせてもらえませんか、なぜ世界の終わりを望むのか。君は愚かだな。ゾーマ・ゼノンの前、リンゴたちにはこれ以上手を出さないでください。これが契約の虹。やった、揃った。これで俺はもう待っていてくれ。どうして断片は全て揃ったはずだ。何をした！？アッシュ！貴様！やれやれ。私も焼きが回ったみたいだね、フィグ。悪魔は排除しました、みんな急いで。フィグ、どうして。
説明は後です。形勢逆転みたいだね。まんまと一杯食わされたというわけか。ならば君たち全員の死体を餌に本物を釣り上げさせてもらう。虹色の輝きが消えた。予定とは違うけど、みんなゾーマ・ゼノンは間違いなく弱体化してる。この好機は逃せない。絶対に倒すよ。貸しはきっちり取り立てる。行こうか。頼んだよ。いい反応が見れそうだ。空まで飛びな。強いぞ。行こう。効果的に警戒しろ。敵さんもビビってるぜ。いいの。敵さんもビビ弱点をつけ。もちろんリンゴ狙い通り。今度こそ仕留める。逃がさないわ。それはどうだ。いいのあるじゃんか。それで狙って。それいい。良さそう。ここはお前の出番だな。敵さんもビビってるぜ。今度は戦局を変える。サンプリングスタート。全シーケンスコンプリート。逃がさない。それは効きそうだ。それはどうだ。仕方がないわね。あるそうだ。期待できそうね。慎重に決めなさい、アロン。貫け。舐めるな。お腹すいたよね。攻撃が通じてる。コベラントの力、この程度だと思うな。ゼノン、どうするつもり？こいつは効くよ。ハゼロ。タラガキよ。俺の時間だ。やるか。所詮は無謀の集会。こいつはどうだ。逃がさないわ。相性がいいみたい。やってやって。蹴散らせ。誰に言ってるの、サイゼ。悪い縁は心で断ち切ろうぜ。所詮は無謀の衆か。運命は変わる。所詮は無謀の運命は変わる。撃ち抜く。さあ、俺しろ。さあ、宴の時間だよ。これならばどうです。死ぬのはお前らだ。蹂躙してやる。サイゾー、任せてくれてもいいぞ。使えねえ。やっちゃえサイゾー。分かったぜリンゴ。リンゴだ。悪い縁は心で断ち切ろうぜ。そこだぜ。それは効きそうだ。悪い敵さんもビビってる。ミルディ、分かったわ。任せたよ。いい反応に。ミルディ、行くか。運命は変わる。邪魔をしない。なぜだ。コベナントは揃ったはずだ。なのに、なぜだ。なぜゾーマ・ゼノンが負けた。
フィングは何をしたんだ。よろしい。マーベラス！紫か、どういうことだ。待ちなさい。くそ。コベナントを持っていかれた。ゾーマ・ゼノンは倒せたんだからさ、今はこれでよしとしようぜ。それより一体どういうこと。フィグ、ありがとうございました。アッシュ、あなたが作った鉄仮面の隙、それが騎士改正の一撃になりました。別に、やりたいことをやっただけだし。それでもです。あなたの勇気に感謝します。フィグ！二度も呼ばないで大丈夫です。ちゃんと聞こえていますよ、リンゴ。だったら無視しないでよ。アッシュへの感謝を優先しただけです。リンゴの質問に答えていたら気を逸してしまいそうでしたから。フィグは死んだんじゃないの。そんなに抱きしめないでください。そこに私はいませんよ。じゃあこのフィグは何。その体は遠隔操作可能なダミーです。ドローンをヒントにしました。ナイスバディのクールビューティーか。はい、以前サイゾウがドローンの見た目について言及したことを覚えていますか。覚えてる。あの時から私の体をもう一つ作成する構想を練っていました。どうして。コベナントです。コベナントを保有したままでは何かしらの危険に遭遇する可能性が高いと予想できます。リスクを分散させるため別の体、簡易的ですが遠隔操作ができる新たな体を用意することにしました。私に内緒で。リンゴに内緒で。まあまあ、フィグは無事だったんだし、それでよしとしようぜ。ねえ、フィグのコベナントを取り込んでからゼノンは弱体化していた。あれは一体どうして。相手はあの強敵ゼノンです。最悪の事態を想定し別のプランも検討していたのです。別のプランだ。ゼノンはコベナントによる才能の引き上げ、その恩恵を全て戦闘能力に回していました。ビクトルも言ってたっけ。はい、先の戦いを解析した結果、あの強さは彼自身の力とコベラントの相互作用によるものだと分かりました。なのでそのリンクを断ち切るウイルスを私のコベラント、木と共に仕掛けておいたのです。私の肉体の一部を組み込んだこのダミーの体に。コベナントを奪われた時に起動する罠か。ウイルスの効果に確証が持てなかったので、あくまで次の一手として温存していました。
罠を仕掛けるだなんてやるじゃん、フィグも。リンゴの皆さんの命とは天秤にかけられませんから。それに先の戦いで皆さんが頑張ってくれたからこそのアイディアです。ねえ、いろいろずるくない？これは種明かしが欲しいところだね。それもそうだが、これからどうする？鉄仮面は木のコベナントを手に入れた。全てのコベナントが揃ってしまったんじゃないか。あんまりのんびりは。それなら問題ありませんよ、アロー。鉄仮面は木を含め4つのコベナントしか保有していません。危機的状況を脱したわけではありませんが、鉄仮面もゾーマ・ゼノンを失っています。それは鉄仮面にとって痛手のはずです。私たちはまだ負けたわけではありません。だったら最後のコベナントはどこにあるんだ？最後のコベナント所持者はすでに判明しています。なんだって？満月のスマートフォンにその情報が残されていました。皆さん、とにかく今は帰還を。